おー。最近レディションランブル多くね？なんか俺。ウラニウムフィーバーよりもレディいや、ションラ今ンブ週、ちょっと今週全然やってないから、ル。いわや、かなんらんかわ。ランブルだらけ、俺。最近。でも、あれ？今週って、シープスカッチじゃなかったの？雑に言ってるけど。今週はシープ今ス週カッチをは、3回やれみたいな。あれじゃない？違う。ロボットのやつ。偽シープスあ、カッそうチ。なんだ。偽シープスカッチ。偽の方。ああ。ロボットの方。ややこしいな。意外とあれやる人いないシーんプだスよ。カッチと2、最初ね、シープスカッ偽チってと2種類ある。実装されてなかったんだよ。偽物しかいなかったの、ロボットうん。しか。で、そのうち実装されたっおお。ていう流れがあるからさ。あ、それやるか。ええ。ショップにキーカードってあるじゃん。高いカード。あれを刺すと出てくる的な。意外と最近やる人いない。前、フィクサーが出るからみんな人気だったんだけど、みんな、ん？フィクサーが出る、フィクサーの設計図が出るから、人気コンテンツだったんだけど、もうみんな持ってるからってやんねえんだよ。出てさも。すがに低さはもうか、うん、売れな、そん売っな売れてなあいるし。レベルだもんね。昔出たら1万ぐらいで売れてたよ、フィクサー設計図って。もう必須だから。今2000円、2000キャップぐらいでフィクサー売ってるもんね、大そう。体。俺も4枚ぐらい持ってる。いつか値上がりしねえかなと、3年下がる一分。設計図は持って、あ、俺も、うん、もう俺も知ってるもんね、なんでか。あれ、アトミックショップが。意外とタイトルで待ってたら開かんなな。開かない、全然開かない。なんか、なんやろうね、なんかゲームしながらだとすぐ行くのに。うん、普通はゲーム先も入るか。覚悟しそうなとこ探さな。レディションランブルか、過去を探す男。昨日さ、そこだけ聞くと、まあ、最低のプレイヤーやな。何？コロッサスとクイーンが同時に浮気したんだけどさ、俺のトークキャラ含めみんな弱くて、コロッサスが湧く間に倒せなくて、クイーンがちょっと面白かった。みんなグズグズで、なんかもう。クイーンはバレた。5分以上かかってクイーン倒ローすの。ディング画面にバレ。ニューちゃんの走行キャラもお、そ過去落んちなろよ、ヒラ強くコ。ないんやはないよ、の？はよ。はいはい。どっち？まあいいや、行けばわかるか。とりあえず、一回過去落ちるが場所はまだ確認しとらん。両方だ、両方。両方ってことは下からか。下からだね、わかるようになったね。はい。もう本当に5、6人、7人いて、その両方枠落ち方したのに、コロッサスに来たのが俺ともう一人で泣いたよね。あるある。嫌いな人嫌いだかそらのね、コ一ロッ人サがス。強く、2人そだのとね、人が多分すごい強くて。タイマン張れる人はああ、やね、ばかったんかな。そう、やばいんだよ。人が多くて戦力ないのが一番きつい。安心してたらってやつか。いや、俺も覚悟決めたからちゃんと、飲んだしね、リキッド。もういいやっとるみたいな感じで。できたーっつって。どうだ、どうだ、うん、できらできねー。あれ、知らない人結構いるんやね。ー。まあまあまあ、そんなそこまでメジャー、まあで、ちょっと一時期流行ったんだけどね。で、とりあえず飛ぶか。あれ？水車場に飛びゃいいかな、これ。パーティー誘っとるから、船の近くは水没して。そっから俺のサバテン飛んで。パーティー誘っとる。ごめん。なんか失敗した。ああ、本当はこっちか。マジアロミするね。
こんなにチンタラやってたらまずいぞ。降りてこねえのも悪いんだけど。あれ、これで角じゃないんだ。エヴァだな。やばい、時間がない、やばい、降りてこねえな。これ非常に良くない展開です。もういる？飛んでる？うん、姿さえ見つけきれ、あ、いた、あれか。でもなんかラグのせいかパブチに変更できない。俺はまあまだ近寄ってきてないからゆっくり変えてもいいけど、よろしくないね。バッツにもならん。降りてこねえ。うん、目だこれ。バシなんか当たりで撃っちゃダメだよ。ダメだよ、リート取れないよ。でも追ってもダメなんよねこれ。うん、あ、これダメだな。あのレウスのワールドツアー並みにひどいなこれ。ちょっとダメージ取ってエイトを乗っけないと。来いや、敵だ。瞬殺できるかな。いけ、リロード。ああ、全開された。しょ、でも火力すごいな。いける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 よー、取るよー、すぐ移動するよだよー。つらかるぞ。はいはい、プロサス行くぜ。いこれで、これでイベント完了になるの美味しいな。なんか普通に回数で自分は道に経験値稼いだもの。行け行けとか言って先に道だけ作っといて。あの急に、あ、伝説のスコビアとか言い始める。もう俺やないかまだ。ででーんってなんか伝説化する音は。こっちのあのコロッサスの方であの報酬、おおいいかも。ファストトラブルキャンセルされたんだ。あれガトプラがいいんだっけ。ガトプラいいよ、ガトプラ何でもいいよ。とりあえずガトプラゲットしたから見てプラズマはね、プラズマ強いんだよ。なんかすげえダメージが、まああのバッツと相性をすごい表示するけど、普通のプラズマライフルも強いよ。何キャスやったっけ、プラキャスやったっけが強いみたいな言い方してたから、プラキャス、あーと思って。プラズマキャスター、キャスターね、あの要するにプラズマライフルのスナイパーライフルみたいなやつなんだけど、あんまね、うん、それが最強の一角って。当たれば強いけど、 あれなんよ、当てにくいのと、そんな連射できないからさ、外したらしんどい。外して向かってこられた。一発で仕留めて、確実に仕留めていくんだったらいいんだけど、連射効かねえんだ。二発ぐらいバッツ使ったもん終わる。まあ、そのバッツ減らすか、あの工夫すりゃいいんだろうけど、なかなか、当たりはすげえんだけど、威力。ちょっと時間あるし解体するか。あるよね、時間むっちゃあるよね。いや、崩れた。あ、あんまない。もう始まった。まった。ちょっと勘違いした、勘違いした、勘違いした。え？いかんですよ。リキッド食う暇もねえぞ。よいしょ。いいすげえ。リキッドだけ食おう。とりあえず降りといた方がいい。瞬殺されたら締め出されるから、とりあえず降りるだけ降りといた方がいいよ。無事するときは。はいはい。
キットリキッド。とサイコバフ。どこ？めっちゃビビるよね。リキッドリキッド。うん。先に撃っとこうと思って。あれリキッドってエイドじゃなかったっけ？ん？食事、飲み物だよ、お酒だよ。フードだよ、フード。うん、うん、飲んだ、飲んだ、飲んだ。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ。ヘビー、ヘワーマのパーク組む暇がねえから。ダメージ出らんな。今だ。パークくんじゃない、死んじゃいそうで嫌だな。ランブルが何嘘やろ。ボンとボンと正月がいっぺんに来て見ていた。うん。全然しかもダメージ取れてないな。うん、何か抜けたんじゃねえかな、この戦力のこのヘリは。こんな気がする。行くわけにいかないからな、ごちそうが。レディーションのもすぐ出るんだよ、なんか知んねえけど。うーん、でも言った通りやな。うん、食らい上がれ、食らい上がれ。お、ぬかぐれ？それが。ん？ミサイルランチャー。今緑色の、あ、プラズマの、緑色のやつよね。プラズマの効果って。ヘルストームランチャー。ミサイルにそういうのつけれるんです。なんか見たことあるような気がする。でもプラズマの爆風すごすぎて近くでた俺が死ぬ。わお。使いづらいよ。あ、でもいいよ。いい感じ減ってんじゃないの？もうちょっと。ま、ランブル間に合うんじゃないか、説まで。お！こっちだ、うんこ、うんこ。買ってこい、うんこ野郎。例えばあのスパロボに出てたガンマンのやつってテキサスマックやったっけ？うん。今回あの三国志大戦でコスプレでバトーがガンマンになるという謎の。なんで？わからん。いけるいける。そしてこれは使うしかないやろってで今日調べたらわー弱い、びっくりするぐらい。いける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 。打ち取ったりー。倒したんじゃん。
布石注意。やばいやばい。意外といてんね。パワーマーでも結構ひっくり返るから。モノトロの夢中になってたら思いっきり上から降ってくるから。クエスト終わるの待つかランブリックか迷うな。まだいるぞ、ウィンディゴ。どこにいる？音が、曲がしてる。お、いった！お、おった。ちょっと出るなに即ファストトラベルだな。量が重量、ちょっと心配だな。うん。あ、大丈夫。ガトプラとやらを行ってみるか。うん、来なさい。来なさい、打ちなさい。振り切れるほどに。まあまあ、暗殺者か。カートリッジ刺して200発ぐらいブリブリブリって打てるんだけど。まあまあ、1発ぐらい、いろいろ加工したらいい感じになるよ。出された。さあニクストランブル忙しい。だって今日の俺スケジュール見てないもん。チャレンジ、それそんな暇ないぐらい忙しい。そうね、お約束のイベントが一番上にあったんやろうな、クリアしたからっていうぐらい。グルマンズの金属パイプいらんわ。でも金属パイプはまあまあ優秀なんやろ、速さだけ。ああ一人なんか近接を極めた男が選んだ武器が近接やって、あ、パイプやって、ひょいって殴ったらみんな死によった。ランブルどうなんだろう、やってんのかな。あ、もう外せない、やってる、まだやってる、外せないよ。パワーやってる。6分前。あ、まだやってない、飛んだ。ちょっと待って、パワーってか6分前だから始まってんじゃない。6分経ってる、じゃあもう終わりやん。これ飛んだけど。か。あ。まだ始まってないかも。お。あ、始まってはいた。さすがに。情報が錯綜しております。あ、いや。どっちやん。いや、終わってんかな。いや、マリオンコープなんて話してないじゃん。話してね、誰か話さないとクエスト流れるよ。おお、話せ、誰、なんで誰も話してねえんだよ。話せ、やべ。あれ、いつもんとこに、いつもんとこにいない。あ、流れた。何しよう。ここにいるじゃん。ここじゃないの。ここ。何しよう。なんで誰も話さんの。責任取りたくないんですね。甘えた。しか30秒切ったら慌てろよ。これよ、これがザ日本。ごめん、いつもんとこと思ったから、残り9秒やったし、ここに走ってきて誰もおらんくて積んだ。あ、いいよ。これがね、うん、日本なんですね。責任取りたくないんですね。うん、日本なんです。とりあえずちょっと駅行ってきます。責任取りたくないんです。なん俺でさえ泣く泣くね、クエスト失敗したっていいじゃねえかと思う。うん、失敗してもいいから受けりゃいいのね。ひょっとしてやり方知らねえやつもいいんじゃない、勝手にやってるから。ああ、そうね。それは分かる人が30秒切ったらさすがに焦ってやるもんね。やるかっつって。あと集団シーンで誰かがやるだろうと思ってやらないって、誰か確認の電話よこすだろうとって、いや誰も電話しなかったみたいなのね。ああ日本人、中企業に多めな。
ネーションランブル流すって大概やぞ、この時期。一人でも十分。びっくりした。俺一人で、一人しかいなくても、やって失敗したのに。うん、もういいや、練習がてらやろう、つって。失敗したんですけど。ちょっと暗殺者のガトリングプラズマが気に入らなかったら、撃っちゃいます。あ、いいじゃん、満杯ガトリングプラズマやったら。いや、暗殺者。暗殺者は対戦用だからな。うん。いらんな。バッツ命中が50なら。バッツ使わんよ、垂れ流すから。あ、そうなんだ。うん。バラ幕系だから、まあ狙うことはないと思う。まあ、ガトリングガンと同じ使い方。バラ幕だけ。でも軽いから持っとくか。え、ガチャし直せば。てかもう監禁して自分なんか適当なガトプラ改造するとか。あ、こっちか。ツーショットダブルバレルショットガンがバッツ50やった。が出たけど星1で胴体か。お、お祭りや、お祭りマンボウ。さっきいた人やな。お湯ってありがてえ、神の恵みじゃ。この感じだとまた 2回落ち。ちょっと書くのか、ちょっと待って、マップ見ないと。市民の皆様、まもなく、あの下に、あの左下にアクティビティってあるじゃん、うん、それで核が今2発目 ?3 発目ん、多分3発目、これがラストだと思う。核が2発も落ちてるから、うん、今発射されたから、多分それが落ちたら3発目になるから、これでラストだと思う。うん、ああ、はい。アクティビティでも2発落ちたよしか言ってないよね。そうそうそう。で、そのアクティビティの、あれが、こう、ログインした時からのカウントだから、いつ落ちたかわかんないんだよね。それ、何分前に落ちたとか言ってくれれば計算できるんだけど、逆算できるんだけど。ログイン直後の。下に2つあるから、下よね。で、今、そう、核が着弾したらもう一個加算されると思うよ。てか、瞬間的にじゃあ丸が4つできるってことかな。そういうわけじゃない。丸3つしかできないと。あれ1、2、ん ?2 つあるよな。で、モノン側にも、あれこれ最後ん、あれなんで丸3つあんだ、え、丸2つ、3つあるよね、確かに。過去落ちないよ、それだったら。そういうことだ。そしてディスサンド3段よ。買って帰る。だけど。レディエンスランブルにブーイングの巻。やった、 T51B の胴体の設計図出た。ただ今便乗しただけなのに、これをこの人に乗っかればいいのが出るというね、この嘘みたいなシステム。うまい。自分でやると出ないってやつね。一応ファストトラベルのサバテン作ったから。あ、はいはい、ちょっと物売ってた。あ、すごい距離遠くに飛んでいったな。ヒロヤにあのガトプじゃヴァンパイア、ヴァンパイアガトリングガンの射速ついてるやつ見つけてきたから渡さんと。これ今もらってるのはそれがついてないやつ。射速ついてないんじゃねえか。
うん、多分ヴァンパイアなだけか、ちょっと覚えてない。ガンマンゾン。サイコ食っちゃうかな。頑張んねえとな。ん？降りた？いや、今、ちょっと遅れてきた。今来た。あ、で、コロッサルが出た。あんまサイコ食うとね、中毒になっちゃうかな。起き上がった、あいつ。いたいた、いたいた。あれ？ほらー。いろや。いろや。降りねえか、こんだけヘイト抜けて。白いもやが邪魔だな。降りろやー。みんな撃ってるはずなのにな。いや、今日のツコビはご機嫌斜めで、つんやな。全然減ってねえもん。おかしいやろ。お、来たー。降りるよ。あ、来た。降りてんね。全然遠いよ。押し切れればいいなぁ。回復サイトめんどいなぁ。押せ押せ押せ。よし、いけるいける。うん、押した。よし、押したよ。あ、ザリガニ来た。あかん。一瞬でザリガニがすっ飛んで。でも飛ぶの。うんうん、拾えたら飛んでいいよ。アイテム整理して飛んでいいよ。お、スコーチで作ろうって。うん、やべえやつがいっぱいおる。伝説のスコッチビストおるな、多分。うん、めちゃめちゃ撃ってる。めちゃめちゃ撃ってます。飛んでねえじゃねえ。めちゃくちゃ撃ち込んでる。いや、チーティーだし。これ下だったら食いつくけど。うおーって。連弾発射。ゲス。バケス。飛びまーす。ゲスニックマガジンのゲス山です。どうもゲスです。あれ 2周すると超面白いんだよな。そう、ね、1周だと面白くないんだよな。君美味しい。
じゃあちょっと調子乗って弾切れるまでガッと食らってみようかな。うん、体力回復できねえから死なないように、ね、ああそっか、そうなんだ。だからそれがそう攻撃難しいんで、下げ取ってない時に撃つ感じだから2つ切り替えて下げ来たらあのはいはいはいガトリングで、あれどっか他のとこ向いたらあの、うん、俺はそうしてる。まあまあできて、いやちょうどいいや、その練習になるし、よし3歩あるならゆっくりやれるな今度こそ。ガラ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 誰や、いやー稼げたな、1時間でこんなに稼げちゃうか、嬉しいな。助けるか。パソコンまでなんかモッドでこのパーク切り替えが一瞬でできるらしくて、それは羨ましいと思う。うわら羨ましいな。まあまあ来た瞬間にパッて切り替えられる。パンチマシンいらないじゃんそんな、うん、ここは直接データ書き換えるからね、パッ楽しいことに、まあ、一応違法だけど、ね、みんなやってるけど。あそうなんだ、もっともうあってありきみたいなことがあるしな。あれ何人いる、誰もいないのであるじゃあちょっと頑張るか俺も。この前、総合キャラでファイアプルーフなしで車壊したときは、そのまま即死して笑ったんそんな死ぬっていうぐらい即死消し飛んだ一発で。車にガトリングドリルギーンってやって、壊したろうって思って。そのまま消し飛んだ自分。何と思った。ずっと言い続けるパターンや。あら、3人か。でも。長期戦、俺らの得意分野。ん？うん。うん。サイコと、例えば、アディクトを一緒に飲んでたい。あ、じゃあ違う。いいよ。サイコと、例えば、ババウト飲んだら両方乗るの。うん、数値見ればわかる。大丈夫。多分別、サイコバフとか、ガンガン混ぜていいと思う。やべ、スイートロールが腐っちまう。こう、しょうがねえ。あ、の前に。今装備してるのは、これはあれか。まず、ヴァンパイアを。で、からの、あと、やって。よいしょ。中毒になったあと20秒ってことは、最高を飲んで、できた太鼓バフ中毒です。よいしょ。あ、これでもあんまり見ないな。ダメージが上がるのは最高だけか。万蔵相当振りたぞい。しょー、はあはあ、行きまーす。
確かにこう回こうあれだな、回転が早いな。うん、バラバラバラ。ガトリングガンの連射できるバージョンみたいな。でも リロードが出せんだよな、カッタカッタやるから、そこが連打効かないんだよ。そこが辛い。でまあ弾がもともと弾持ってないから持っちゃいました、うん。400発撃っちゃいましたもん。いや、カートリッジ式だから弾充電、あのプラズマカートリッジがただ再充電できるよ。弾じゃなくてあの充電式だから、フュージョンコアみたいに減っていく感じ。あ、余裕だったですね。援軍来るか。エフェル1670すごいな。すごいな。ただね、援軍招待送ってるっぽい。別にいいけど、ね、これで来なかったわ。暴れてるけど、まあいいや。これデイリーオプスとか行き始めて面白い。こっちみたいな。いけない試合なら得意さ、流行りの秒殺を逆でいくスタイル。秒殺を嘲笑うスタイル。相手がコン負けするまで打ち続けるスタイル。あと周りの上にこの攻撃なんかも全然痛くねえな。ちょっとウィンディゴ掃除してた。ビームショート断る。1回目のあれは削ったんやね。うん、戦況わかんないんだけど、今何人なの？周り囲まれて見えないんだけど。何人？1、2、3。いや、4人はいる、最低。4人はいる。だからどうにかなるでしょ。逆に4人しかいなさそう。あ、こいつ自分の落石で燃えんの？上からのあの赤くなってる。ついに切れちゃった薬が。人が切れちゃいました。お、いいガトリング。エネルギー攻撃が上がるパークならいいんだけどね。ああいう相当強そうなんだけど、数段兵器しか攻撃上げれないから。じゃヘビーガンのは乗るのかな。お、いける、いった、いった。ないぞい。急に4号を撃ってハンティングライフルを撃ち始める。ゲス、ニック、どうもゲスです。おしちかい。
うん。やめやめ、しん。アイテム回収中になんか火。ピッチフォークだぞ。ください。ミュータントピッチフォーク。やっぱあごめんね、俺も武器を切り替えてしまった上と下も違う。なんかこのイエーイは人数が少ない時にやるとテンション上がるね多い時は挨拶やけど、なもんかに稼いだに。美味しいね、来て書くなんて。あ、しキーカードのやつやった、まあ、この間教えてもらったおかげで。いや、何やったっけキーカードのやつって言ってた。エンサイクロなんとかチャレンジのウィークリーのやつ。1回だけよ、3回じゃねえよさすがに。1回やな。ちょっと今日やることまだ1個もイベントを完了するしか埋まってんだ、こんだけ敵ボコって。リンゴの食料か。あじじじあじじじあじじ。あ、画面がフリーズしたかも。ちょい。どうしポップコーン食ったらフリーズしたぞ。戦後の食料食ったらフリーズしたんだけど。マジかー。ああ、そういうのがあったんや。マジフリーズ？マジフリーズ。そうっす、損した。どうしときゃよかった。すごいな。ってことは、流れで、俺がいいのが出るかな？ゆるさん。もう一ピッチフォーク。プレッサーのライトマシンが。ぬかぐれ。もうあれ終わった発表、アイテム発表。アトミックショップ？いや、あのイベント終了したも脱出しろ終わった？似合わねえか。うん、終わった。俺は終わった。うん、もう3人とも方々に散っております。とりあえず駅行くか。コン食ってフリーズ。変なとこにいるな。どこに出てくるんや。メジ食ってフリーズやめてほしいんだけど。踏み込み長。クエストが終わってるよ。俺にもくれよアイテム。呪われたやつくれよ。星さんくれよ。呪われたもらってないな。あれまあ絶対じゃないか。たまにあ、そういうことで。うわぁ、重い。デスクローガントレットなんでこんな重いんやろ。サプレッサー50口径マシンガンって別に良くもないよね。うん。基本サプレッサーは今んとこクソだから。はい。攻撃減らすっていうのがどんだけかが全然分かってない。効果あるかとか。確かにヴァンパイアガンよりかはあれね、
クラトプラの方が攻撃回数が3倍ぐらい早いね。3、4倍。カードやっていいんだけど、俺とヒロヤンだけだったら結構辛いんだよな。3つ柱を立てないといけないんだけど、柱を立てると体力取られるんだから、それとは別に攻撃部隊がいる。柱はもう割り切って一人全部解放みたいな、ね、なんとかそういうのやったっけ。絶対柱つけないマンがいるんだよ、めんどくせえから。うん、嫌がる人がおるってやつよな。いや、やれやみたいな。だから献身的な人が、僕が全部やりますみたいな流れなんやろ。そしてノタリジム。おふうって。おふう。おふう。なんで花の刑事に流れていく。おふう言うから。おふう言うから。ああ、全部知ってた。ウェイストランドを旅するのは物資をしっかり補給してからです。投げ込んでいこう。知ってる設計図は。ノカグレネード知ってたわ。物資や弾薬や装備を取引しましょう。ほら、オフー、ごまかすな。オフーでごまかそうとしたのに。かか。私には物資や装備を取り。久しぶりだけどな。権限が与えられております。その呼んだやつがね、その。秒殺されるんだよ、ね、市民の皆様。命令棒、電スイッチ入れてくれないマンたちが攻撃する気満々だから、スイッチ押してる人たちが攻撃する前に殺されるっていう悲しい。今はマップ見てたら入手権あるけど、昔はなかったからね。殺したもんしかないから、はいはいはい、リスクしかなかったね。クリーチャーを倒すあったんだ。人来てくれるか、人が来てくれないと辛いんだよね。あ、久しぶりや。あ、全然何の準備もしてない。何すればいい？それぐらい何もしてないけど今。あれ？なんでできないんだ？やる？やり方間違ってるかな？ああ。アサルトロのリコールキック。改造するんだっけ？改造しねえといけねえんだ。あぶねえ、通りでいけねえわけ。違うカード差し、加工しねえといけねえんだ。多分前の人はやってるな、多分。誰かやってるよ、これ。多分できない、今。冷却期間っていうか。はいはいはい。ちょっと、時間つぶさんとっても3時になっちゃうね。ワークショップ行って植えるか。コーンをアフリーすると思う。戦前の食料、戦前か。まあ、ちゃんとした食料品だったらいいと思うんですよ。今作ったやつじゃなく
商品みたいな。ああ、ドッグフード缶でもいいんだっけ？多分いいと思う。あ、なった。んで、ワークショップ行ってデイリー行くか。はい、アーモニーさん飛んだ？飛ぼうとしてる。臨場しよう。何か砲弾って溜まってるよね。うん、ミサイルを気につけるのかかったけど、砲弾も結構、砲弾はでもそこまで重くないけど絶対いらんからな。イルヤの体がペラルグールみたいに細いバグって怖い。なんで俺の後ろにペラルグールおるねんって振り向いて撃とうかと思ったらヒルヒルヒル。このミサイルに本当だ、すげえな。俺はちょっと名前だけで持ってるクワッドショートライフルをで4円だ。これがこっちもクリティカル乗られないと4円だ。これやべやべ、あ、やった、レベルアップが、レベルアップした。それで今日の分終わりそう。あとでオプスで。おお。遊ぼうじ。殺すまん、ちょっと遊んでたらこのざまやった。おやつの時間だにハマった。結構このゲームの 80% って外れるな。バッツ外れる外れる。川の電池見てくるといい。はいはい、ありがとうちゃん。でも抜いた後だとどうする。タバかったな。ああ。どうする。あるじゃん。合わせてね。いやいや、まあまず、うん、うん、電池あるやん。うん、取る前に、あっと思って。ありがとちゃん。あれか、作物ね。あ、どうしよう、作物ないかもしんねえな。ん？ちょっと待って、あるだけ、上出るだけ。俺がぬ、俺のを引っこ抜けばいいんじゃない？ちょっと、なんか死ぬかと思って。いや、あ、あげよっか、これ、あの。え、ちょっと待って、まず、一個だけはいけるはず。あ、1個しか言えなかった。クラッチ、あと4個。
あれこれ、この売り回収して使えるんかな。多分使えんじゃねえと思う。いや、はい。あ、いいや。いや、ちょっと駅で、ちょっと、トイレ行ってくる。思い出した。いいよ。おいよ。デイリーオプス行きますか。はい、どうしようか。一回開催するか。この人家庭に行ったらなんか気まずそうだしな。チームを離れの追放されましたって出たよ。俺離れたよ。あれ、まあ俺も離れよ。許されよ。次の戦いの前にバグったこちらで補給しましょう。チームに招待。ちょっと待って、ちょっと待って、あれリキッド作らせて。今日なんじゃろうな。ブリンク、何が足りないんだ。どのもの欲しい。どれだ。トウモロコシ6個と薬味4つ。あ、ごめん、そのまま室内が拒否になってる。取られた。うん、もう一回誘って。時間で拒否になるんやね。うん、なんかってちょっと酒に目がなくてね。よしよし、2個使って2個作る。うどー。おーい。
早っ、ミニガンの弾が5万発も溜まってる。ゲームやっぱいっぱいだよな、アイテム拾いなって。昔、もう弾作る意味ないもん。うん。経済が。いや、ないもん、ほんと。よし、行くぞーい。おい。死ぬかもしれん。うん、死ぬ。これ発光た、あ、ごめんごめん。適当にたたずんどるだけでいい。これ発光倒したことになるのこれ。なる、光ってるやつがいればいいんじゃない？光ってないと思う。発光グールいる？燃えてるの。いや。これは発光じゃない。回復のあれだから発光じゃないよ。ああ、はい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 。そういうあれね。そういうあの条件のやつね。そうそうそう。ヒーリングと氷。ずっとじゃないのか、あいつした。死んどる。あれ、見て、ここが。いや、もうトマトとか栽培されてるよ。むしろなら今や。え、近くに研究所だからトマトとか栽培されてるっしょ。近く窓見ればわかるけど。ああ、これトマト、これトマトとかあるよ。フルーツプラントとか。ああ、そうそう、プラントなんて。なんか使って、でもエッドテックはね、まだね、覚えられないんだよな、場所。これが、上剣ってやつ、俗に言う。間違ってるかもしれない。意図合っていた。これだけ違うルート通ったけど、なんとかなるのか。まあ、星目がかけて進んでいけばいつか着くよ。ついたついた。とりあえず駆け寄りになってりゃ最低限の仕事できてる気持ちになれるからいいやね。変に張り切って敵を追いかけていなくなるより全然いい。その分結局時間損してるだけだもん。俺はもうやんないやんない。撃たれようが動かない。追いかけない。よっぽど一人やったら行くけど逆に。いいや。お互いに回復し合うから密集してると倒せねえんだよ、まあ
いいんじゃねって感じだ。すげー、ピザー。そのそのこれだー。はい、だー上か、上か。よ。こっちからか、こっちからか。虫めがけて進むがよろしかろう。あれ倒すやつ、これは。ここで回復系くるのつらいな。うん、全然倒せんねん。置いとくぞ、ミリガンよ。ああね、連発。相手の回復よりも早い攻撃だ。待てや、おらー、凍らせて逃げておいて、こらー。よし、ボスボス、どこや。ボスどこや。遠い、遠い、遠いよ。全然遠回りしてるよ。やべ、これはダメだ。やられとるで。うん、助けてみる。ゴリ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 、勝てーな。もうもうちょっと弾のこと、弾のこと考えてたけど、うわ、ダメだこれ。周り倒さんとダメだな。どういうこと？他の仲間が敵ザコが回復させよる。こいつ周りのやつ倒さんと回復し合ってすげえ回復力になる。ああ、そういうこと。そう、ザコ倒さんとまた回復される。周りはよく見といた方がいい。え、すげえ。ギリギリや。誰が頑張った。ほんとこの回復、逃げ打ち回復やめてほしいな。ゲームにならんつ。回復はいかん、うん、回復はゲームにならん。周りのダコの緑の光ってこいつも回復するからさ、すげえ回復、ね、だから何を最初言うんや、うん、殺さないとこいつずっと回復し続けるから、一人じゃなくて周りの分も表明し合うから、ほんとめんどくせえ。それ知らんと積むな、これ。うん、ずっと減らないよ、周りのやつ倒さない。反対だからもうご、うん、ご両数しかねえ。それ以上の火力で攻めるか、ちゃんと周りのダコ倒すかや。はい、はーい、いいよ、落ちて。今日はもうこんなもんだな。うん、まあまあ、あと何やったっけ。一応もう一回キーカード投げて動くか、ピンてこようか。ああまあ、じゃあそこまでもし動くいったら手伝う。結構なクーリング時間いるはずなんよな、連戦させないように。ウルトラサイト弾も3万発になった。いつか一か撃ちまくりたい。ちょいちょい打ち尽くしてるから拾わないようにしてるし。でも今回だけで1000発増えちゃうしな。そうなんだ。うわ、でくらーねー、できらーできねえ。ボーラーメンさんの旅が始まる。ボーラーメン高菜定食があって、俺は無尽蔵に食う自信がある。でも、ああ、そうそう、何やったっけ。こっちのとんかつの直江か。の高菜があれに似てるんだよ。しかも取り放題。ほうほうほう。
ただもうあのなんかな、店主のおじいが、で前おかわりも無限やったんやけど、おじいが体力の限界を迎え、おじいが空いてない時も、まあ、すごい、あとおかわりも一杯だけになっちゃったし、もう飯炊くあれがないんだね、もうパワーない。いやバカバカが食いまくったやろな、わしかもしれん。許せ許されよ。その代わり俺そこで高菜買ってたもんね。へえー、どっかのあれじゃない、持ち帰りで高菜くだっちって言うかもしれん。ご飯も持ち帰りであれだけくだっちって言ったんじゃない。伊勢じまいじゃ。帰ってくれないか。あーダメだ、ダメです、寄贈できません。あれ手順間違えてんのかな。はーい、僕手順で寿司時システムの調整中で出てるからダメっぽいね。今日は終わりじゃ。あ、はい、うん、じゃあはいはい、じゃあ気持ちます。はいはい、じゃんねー。アトミックショップだけ見とこ。はい、お疲れちゃん。はいはい。